皆さんこんにちは。動画見に来てくれてありがとうございます。今回も青にオンライン、青の洞窟やっていきたいと思います。それよりまずひとまず皆さんソチャですが、一杯ゆっくりやっていきましょう。さあ、そんなお遊びは置いといて、この青の洞窟をですね、お宝ゲッチュ残り9回、このファインディングにもみたいな青鬼さんがいるぞ。さあレッツゴー。なんかここもね、隠しステージあるのかな、10回とかで。どうなんだろう、あればやってみたいけどね。倍速になってるぞ。ボムをうまくかごんで青鬼から逃げよう。マジか、そういう系か。いやー、こういう系本当に一発アウトだから嫌なんだよね。さあレッツゴー。ソチャですが、さあ青鬼さんもソチャをいただけるのか。ここで鉄球来る、これ鉄球来るよね、鉄球来るよね。あ、来ない、優しい。これででも一マスずつ進んで、これどうなんだろう、あそこの銅像どうするんだろう。ボムって言ってたけど、どこに運ぶのか。あそこは、ここはどうするんだろう。あそこから運ばなきゃいけないのね。おのれ、引っ掛け。でもあそこは運べないから、こっちか。うん、運べないよね、こっから回。いやー、来たねー、青鬼オンラインやってるねー。いいですねー。私はあのことをトム・ブラウンと呼んでるんですけども、やっぱね、あれが来るとね、青鬼来たなーって感じがするよねー。やったわー。で、ここでどうするんだろう。ここどこにも行けないけど、ボムを運んで、だからこうでいいのか、これでこういけばいいのか。なるほど。で、あー、しまった。そうだよね、終わったわ。オッケー、いいよいいよ、俺楽しくなってきたよ。あれがさ、ああいうのがあるとさ、やっぱりもうこの青鬼オンラインの試練っていう思えるよね。見事なまでの初見殺しを決めていって、でとりあえずまっすぐ行って、ここを押すと、でここで押してって、でここでこうやるといけないから、一周回ってって、これでどうするんだろう。どうすればいいかな。こうこうこう、 OK。多分これで、そうだよね、氷だから阻まれてるから、こうでいいね。 OK、 ナイス、クリア。でこれで、こっちに行きの進んでくるね。 OK、 一回見過ごしの、突撃の、これはどうしようかな。こうで、あんましよくないね。ちょっと遠回りだけど、こういった方がいいのかな。これでこういく、あー、行くか。はい、これでまず1個目、こっから1個目で2個目、1回警戒してね、こっち行って。で、2個目に来たんだけど、どうするのが得策かな。下に行ければ、左下に行ければいいんだけどね、一番。それが難しいんだよな。ささって行ったらいけるかな、ささって行ったらいけるかな。どうだ、一回でも行ったら戻れない気がする。で、こっち行った時のことを考えよう。こっち行って、でもないんだよな、方法が。どうすればいいだろうか。こうはいけ、あ、いけた、これいけんのかい。これがいけるんだったらもう簡単っすよ。これでこうやって、なんか本当にもうなんかすごいよね、シュババッみたいな感じでいかねダメってことだね。 OK、 分かった。じゃあもう半分使っちゃったから、だいぶ悩んじゃったね。さあ3つに行こう、レッツゴー。レッツゴーレッツゴー、早く早く。で、ここはもう簡単だね、こういってこういって。 OK、 3つ目。さあ、今のところ青鬼が出てくる気配がないけど、大丈夫か？どっかで引っかかってたりする？あ、意外と、意外とこういうの苦手。いや、あ、
どうしよう。意外とこういうのが苦手。そこに行くにはこうか。で、こうか。オッケーオッケーオッケー。で、これが逆流してきた。オッケー、1個目。ボーン。さあ、こっち行ってて。2つ目行くよ。オッケー、2つ目。さあ、これで3つ目と。まあいいか。ここで待ってて、で、こうだね。オッケー。で、こっからまた同じところ引っかかっちゃった。あ、ちくしょう。学ばないね、ほんとに。あそこまでもさ、絶対あの制作者の人さ、いや、絶対こう来るべ。絶対こう来るべ。ほら来たーみたいな感じで、なってるよね。ちくしょう。でですね、ここさ、で、最初のさ、檻のところで、鬼が出てくるはずなんですけど、その構造的に、あれだよね、もう出れなくなっちゃってるよね、青鬼さんが。それでいいのか、青鬼って思うけど。まあ、きっと、なんだ、いいんだろうね、きっとね。珍しい。こう言ってどうしようかな。どっちかっていうと、これはタイムアップを狙ってるって感じなのかな。ここは。さあ、どうしよう、ここ。ふんふんふん、オッケー。オッケー、このふんふん移動がやっぱり大切ですね。で、こっからこう行って、あ、で、ここで最後逃げるときに、大変だよってことか。あんまし、で、だって出口は一番最初の入り口だもんね。こっから、行けそうかな、でもまっすぐだよね。そうだよね。こっちから多分まっすぐ来るよね。あそこだもんね。来たー、早ーい、早いよ。あー、大して、オッケー、ニモウェルカム、ニモファインティング、オッケー、4つ目の銅像クリアしてきたよ。さあ、こっから、青鬼が来る前に逃げなきゃいけないのかな。一応、逃走経路確認しこうか。まあ、こういった方がきっといいだろうね。こう行って、こう。こう言って、これができればもう安全じゃないか？どうだ？おう、来たよ。ここで、あ、なるほどね。こうやって回ってくるから、これクリアだね。オッケー！楽勝！なんでそこまで手間取った？おい。さあ、一気に10回。これはメジェド来たぜ。ランダムなスキン、マリモ親子、ナイス！さあ、10回のメジェド、行っていくぞ。ラストステージ。さあ、ソチャが、行ってく。ソチャが行くぞ。さあ、茶柱を立てたい。時間をかけながら各部屋を攻略。注意しながら扉を脱出しよう。なるほど。時間をかけながらか。初めてのパターンだね。どっちかっていうと、素早く行って、ワンミスすらしないようにっていう時間が多いんだけど。各部屋を攻略か。なるほど。これは、こうでいいね。で、ついでに、氷もぶっ壊したいけど、まあ、無理せずに。一回こう行こうか。で、こっちは通れる。で、こう。うわー、間に合わなさそう。ボーン、オッケー。オッケー、もう一回やっていくぞ。どうしよう。先、こっちからか。どっちかっていうとね。私の銅像を、あ、ちょっと待って、はい、ワンプッシュ、オッケー。で、ここが壊れたから横に行けるってわけね。オッケー、容易に手出しちゃダメだね、本当に。さあ、これで行ってって、で、氷を1個撃破。5個あるということは、まあでも500秒あったから、1つにつき500秒でき、100秒使えるから、まあ、ゆっくりしたいけど、どうしよう。これは、こいつをあそこの脇腹に入れたいけど、できないから、そういう使い道がある？順当にやるとこうだけどな。これで10秒。で、一応こっちの右側の今、自分の近くにある爆弾を、
左側に持ってって、で、ついでに青鬼の像も破壊したいけど、爆弾も爆発しちゃうかな、これ。大丈夫かな。ちょっと一回これでやってみようか。ダメかな。OK だ。だから、これで OK。いや、これじゃダメか。これじゃ、これ大丈夫かな。一応9マスね、爆破範囲に入るんですよ。だから2ついけるはず、OK! いけた!ナイス!さあ、順当に一応100秒で、こっから鬼が出てくるか。あ、いっけねー。やったねー。やっちゃったねー。しかもこうだね。こうだね。やったなー。やったー。やったわー。ここ行けねえな。ここに入り込みたいんだよな。やったわー。もう、自決用の針じゃん、あれ。もう、立ち割りー。こうだね。これで9マスしかできないから、こっちの上は破壊できないって寸法ですね。ボーン。自決用のトゲってすごいよね。なんかそう見るとね。さ、じゃあ、もう一回やっていくよ。ゆっくり時間かけなきゃいけないから、今回の動画は長くなりそうよね。こういってって、こう、こう。で、まあ、上に行かすでも別にいっちゃいいはずなんだけど、まあ、10秒たっぷり使ってって。で、今のところ、ネジャドーニは出てこないね。あそこの、こね、あそこの、なんつうの、表紙っていうか、冒頭にあったやつは何回ぐらいから出てくるんだろうか。これはここ。OK。そして、ここの、うい !3 つを、こう。これで大丈夫だからね。さあ、ゆっくり待ちましょうか。あとは、一応爆発に巻き込まないように、こっち。で、こうだね。OK。これで9マス分、吹き飛ぶから、大丈夫。ベン !OK! さあ、これで3回までいけた。一応なんかピッピッピッって来るけど、どうなんだろうね。こっちから突撃してくるのかな?こう行って、どうしようかな。一回こっちやってみようか。なんかすごい引っ掛けられてそうな雰囲気だけど。まあ、物は試しに。一応時間はたっぷりあるからね。で、こう行って、ここまで入れ込めればいいかな?どうだ?ここで、こうやって入れ込めばいいかな?で、こいつを、これでいけるか。OK。これでいけるはず。OK。これで3つ目もクリア。さあ、4回。いいよ。今のところ謎解き要素があり。最高だよ。これはどうしようかな。9つ。まあ、どっちか、左右のどっちかを破壊するしかないから。破壊して、まあ、どっちにしろ一緒なんだよね。こうやって。で、9つ取ってって、で、ここはもう真ん中が開通してるから、ここの青鬼さえできればいいので、こうだね。こう行ってって、で、左へ、チョン !OK! これでいけるはず。これで真下から押せる部分が出てきて、ペン !OK! これで OK! これさ、カウントダウン始まってる時に階段行ったらさ、リセットされちゃうのかな?どうなんだろうね。さ、今のところ、青鬼の BGM は流れてるけど、大丈夫かな?さあ、こっから出てくるか?うわー!メジェドーブルブルガクブルうわ、すっげーバイブレーションしてるよ、メジェド様がさあ、破壊の神のメジェド様が、破壊の神だよね。あーミスった。そしたら、じゃあ、こう行こうか。やべ。ノリに任せやっちゃった。どうしようかな。こっから10秒でいけるか?いけないね。いけるか。いけるけど、やった瞬間にメジェド様が出てくるな。まあ、でもとりあえずやらなきゃいけないから。とりあえずやっていこう。こういって、
こう行って、で、ここまで。ここまでしかできないから、4つに囲まれてるってことは、とりあえず、こうか。ああ !2 つやっちゃった。なんだよーい。それはいけん。大変遺憾ですね、これは。遺憾法ですね、これは。ああ、でもメチェド様がだいぶ動きが呪いから、これはいけそう。あ、いやん。バカン!やめて!やめて!よしこ!沢田健二、夏目漱石!はい、オッケー。懐かしいで、これ知ってる人、ああ!なぜそうなった?さあ、今のところ前作と続き、うっかりミスが多すぎる。ペン、オッケー。これで行ってこういけるのかな?一回試してみようか。あー。あ、オーケーオーケー。なった。びっくりした。一瞬もダメかと思った、今。どうしようかな、こっから。あそこはでもできるはずだから。とりあえず、ここを通して、逃げ道をたくさん確保しといた方がいいかな?でも、あそこの上はやっぱり開けときたいよね。OK。移動できるスペースは一応持っといて、こう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 。で、こう、OK。で、ここを持ってって、で、ここは多分ダメだから、一回引き寄せときたい。あ、いけた !OK! あーった、あー、呼び込み中、おーい、俺の指先戻ってきたぞ。まったく、なんてことをさせるんだ。これさ、おへ指のこの、いや、タッチ敏感なのはいいけどさ、それはないって。いつもなんか理不尽をよくね、嘆いてる私ですけども。さ、向こうやって、で、メジェド様が遅いので、できればね、この1個だけでやりたいんですけども、まあ、そうもいかずで、あ、まあでも、これで大丈夫か。これで1個だけ抜けさせて、で、動きが非常に遅いので、こっちやってれば余裕で、そうだよね、かわせるよね。あ、そこ通させちゃうのがまずいか。で、こっち引き連れてって、なんでそんな動きするの?なんでそんな動きするの?ねえ、ねえ、なんで?ねえ、なんで?なんで?なんでそんな爆弾なんか使わせねえよみたいなムーブするわけ?でも足が遅いから、でももうこうやってできちゃうんだよね。残念ながら。さあ、あとはくるくる回ればいいけど、爆弾だけは注意しないといけない。一応こう動かしとくか。念のためね。はい、メジェド様、あなたがそんな足が遅いとは。はっ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 は。やっとクリアできた。オッケー、クリアー!オッケー!いただきました。岩石、氷岩魔獣だね。氷岩魔獣好き。ふぅ、よし、やっとクリアできました。皆さん、ここまでご視聴ありがとうございます。だいぶ手こずったりとかしましたんですけども、ま、青の洞窟はだいぶこの、じっくりやるタイプ、ボム使って、頭柔らかくしないと、ちょっとできないからね。そんな感じで、とっても楽しいステージでした。次回は、どうしようかな。青の要塞あたりやってみようかな。なんか、どれだっけな?なんかあの、遺跡が簡単だよみたいなこと言われたんだっけ?だっけな、どっちだったっけ?洞窟、要塞、青の要塞やっていきましょうか。そしたら次回は。次回からじゃあ、まあ、どっちか青の要塞か遺跡やっていきますので、ぜひまた見に来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。